彼氏よお金だと。あ、やめなさい、それも。早くどうやってたの？あ、なんか前言うから早くお店やって、うん、なんですか、家、自分の家終わったから、お父さんは言って、あなた結婚しても大丈夫。あ、じゃあ結果家ができるまで結婚できないのか。自分3人家族の夢はあるから。あ、そうだ、ね、言えないから。女の子たちは結婚するときはよくない、全然よくない。あ、そうなんだ。ミングラーさんね、結婚するときは女の子たちの場所でやってるからね。あ、うん、女の子の家に泊まる。でもか、あれ家終わったきで、もう彼氏ができます。今だけで加工することもできるんですけど、加工する人はいない。あるかもしれない。私のこと好きから、ずっと私、とかやっていたよ。あ、車の中にもずっと。前言ったね、お父は、なんですか、今、花と私言ったね、お父さん、私たちは加工しないからどうしよう。あ、前お父さん言ったね、あなた二人は加工しないでくださいと言うんですけど、今は変わりました。あ、本当。加工しても大丈夫。あ、いいって。うん、あ、本当よかったじゃん。前すごいダメだ、ダメだ。ダメと言うんですけど、今ね、加工してもいいですよ。でも、また家終わりませんから、またちょっと待って。ちょっと待ってね。家ができたら。あ、そう。まあ私たちはまだ加工しない。27歳になりました。そうだね。今年7月に27歳だもんね。まだ24歳。24歳。そんなに若い。体はね、起きたよ。やめなさいよ。私はいいものばかり食べてるから。あ、あなたみたいにゲームばかりしてるから。ちゃんと食べて寝てるから。そうだね。健康にいいよ。運動もしてるからね。してなかった。油ばっかり。いや、本当は部屋まで、部屋からトイレまで。でも私はアナよりトイレいっぱい行くから、もっと運動はいい。大していい。アナはあまり行かない。私も水いっぱい飲むから。だからこうやって今外出て歩いてって。でも私朝とか夜もね、前歩いてるよ。あ、そうそう、歩いてる。アナに誘えたんですけど、私歩くのは嫌だ。真似の仕方よ。二人そんなにいるんですけど、私アナ本当歩くの嫌だよね。そう、ラウェイチャレンジだな。ラウェイいいね。金子くん呼びましょう。そう、金子さんを日本から呼んで、金子先生にトレーニングしてもらおう。金子さん、あれ、喧嘩するときもいいです。喧嘩しないで。パウセン。ラベラベ。エマにもいます。お母さん寝てるだって。寝てる、連絡してくる。あれ、友達、友達と一緒に住むから、アンジェラ。ああ。アンジェラ、名前はアンジェラ。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 特別場所？ポジティブだな。スペシャル。綺麗じゃないの？半分半分からそういう風になりました。社長の方はもっと金持ちだ。社長は日本の口座がね、750円だった今日。私よりない。私よりない。あの、今日カードから引かれてたから。わお。早く入れなきゃ。月末や。じゃあ、じゃあ。ビアレマレマレ。何やねマレ。メレヘンややでも来たらや。忘れてた。忘れてるね。いる？いる。ちゃんと。もう行く？ちゃんと言いに来た。ハラライカ、チャン、チャンのそれハラライカ。チャン。三アメラバじゃん。15分ぐらい。15分。大丈夫。待つか。やれ、3目。3目。偉いですね、ちゃんと言いに来るの。偉いですね。すいません、忘れてましたっつって。偉い偉い。社長はもう一杯。もういらない。これ飲まない。病気だから。入れて、あの入れて飲む場合。あんまビール飲むとね。ちゃんと毎日朝と夜に薬飲んでるから。薬5個飲んでるから。薬中ですね。そう。薬ね、僕も嫌いなのよ。飲めない。嫌い。
薬飲むの好きじゃない。そうそう、私は注射するより飲むの方が好き。あ、本当。どのぐらいでも飲めるかって。注射も注射するの嫌だ。だからお尻の注射、ね。お尻そう、ミャンマーに。お尻は見せたくない。綺麗じゃないから。綺麗だったら大丈夫。だからね、今の目なとか今いるでしょ。少しのモデルとか見せてるの女性いるね。それは本当は自分で自信持って綺麗から見せてるね。自分の自信持ってじゃなくて、金欲しいから病院で行って綺麗になるから、してるから。金いっぱいかかりましたよ。金今綺麗になるから、もうモデルにそう。どっちでも自分は自信持って。今私たちはね、見せたくない恥ずかしい言うのはね、まあ、前僕言ってる女性いるでしょ。あの人たちに仕事なのに自分たちの、ね、あの仕事やってどうしてお金もらって食べるの恥ずかしくないですか、でも味じゃないですか言うてもね、それ言ってる人たちはね、自分は自信持ってないから。自分もね、例えばおっぱい大きくとかお尻大きいとか綺麗と思うときは見せたいでしょ、みんなに。それ自分のことを隠してみんなに僕言うのは嫌だ。なるほどね。自分は本当自分はできないからでしょ。できれば自分もやりたいんでしょ。それと自分は綺麗じゃない方、それを知らないで、みんな綺麗の羨ましいからね、はいはいはい、自分の体で店でお金もらうから、それ悪くないでしょ、その仕事で。そうだね、みんながお金を泥棒してるじゃないし、人のあれ他の人騙してないし、そうだね、商品が自分だもんね、自分を売ってるからね。そう、確かに、うん、だからね、あ、他家族いるの人で、あれ、ママにいるでしょ。家族いるの人を、うん、旦那さんが取っちゃうとか、そうそう、それは悪いですから、うん、その仕事じゃないで、うん、自分で、ね、見せるでもファッション、うん、写真とか見せて、お金もらえます。それいいじゃない。ね、ただその、日本もそうなんだけど、年寄り、年配の方っていうのは、それが理解できない人っていうのもいると思う。それ、年上言うのはまだわかる。うん、同じの年とか若い人とか、あの女性は恥ずかしくないとか、いや、マジじゃないんですかとか言うんだね。お父さんの時期からお母さんの時期から私たち、そういうショットパンツとか仕事はね、ダメと言うんですけど、今はどんどん大丈夫なのね。変わってきたからね。ロンジじゃないとダメって昔は言ってたからね。前私たちも田舎で帰る時、ちょっと個人に音も何ですか、お母さんの方が大丈夫、お父さんの方がちょっと痛さみたいな、何の女の子ですか、恥ずかしくないですかと言うても、なんで恥ずかしい、全然だよ、今は大丈夫、どの位置に慣れてきたんだ。やっぱでも田舎のちょっとずつね、最初はびっくりするけどね、最初はびっくり、今は変わる、そうそうそう。私たちは20歳以上は大丈夫です。私たちのおばあさん、おばあさん40歳もそういう風にやってるから大丈夫だ。ああ、女の人はまた違う。ミャンマーはね、タクしてるの女性とか男とか、女性とかお酒飲んでるの女性とか男とかを悪いと思うね。でもそれは自分の体、自分で自由でやってる。お酒飲んで後から危ないのこと、この他の人に感化するとかしないと、それはいいですよ。そうね、楽しんでね、はい、その分には。それでも女性なのにお酒飲むか当たりしてるか、そういうふうに言うの私嫌だ。ちょっとずつ変わってくる。昔はそうだけど、はい、今は全然ね、若い人もみんな飲むし。そうですね、お母さんの世代もみんなだいぶ分かってきたよね、はい、最近の子たちはみんなお酒飲むしみたいな、はい、今マンダリンのね、シューマイタトゥーさん、24歳、25歳、タトゥーやってる女の子、色も、色は前は何ですか、タトゥーは黒いでしょ、黒だけ。今は色はあ、カラフルだよね、カラフルな。ジャパニーズタトゥーしか出てこないですけどね。今日本人だし、10枚の女の子だし、後ろに日本人の映画、日本人の女の子の浴衣着てるの、着物とか着てるの、こういう風に着てるの、着物着てるの、女の子ファッションなんだね。そういうタトゥー入れたりとかしてる、山にもいます。日本もそうよ、体は日本人ですけど、顔は自分の彼女とか、でもね、彼女だけは本当にやめた方がいい。あ、それいる。前は彼女で、あとからお兄とか、おばあさんとか、お兄とか、ロックした時に大変だからね。いや、勢いでやっちゃう人も多いからね、日本人も。結婚するでも別れるあるから、ね、ちゃんと結婚して子供を産むとき、自分の奥さんと子供の写真とか、絵とかね、この辺とか、この辺とかやってる人いる。